ジェネレーション、ヒッピー、新人類、ゆとり世代、ドキュー。舞台は現代日本の東京。そのある一角にゆとり世代が集う街があった。通称東京ユートリア。ある日日本政府は高らかに宣言する。ゆとり世代を殲滅することにした。スカイツリーの秘密とは、壁の向こう側には何があるのか。この現状は誰のせいなんだ。ゆとり世代代表東京ペンギンが最初で最後に日本人に立ち向かうレジスタンスエンターテイメント、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。